生島博達人の道、今日の達人は日本舞踊に情熱を傾ける若手一座を特集します。いや今日の達人の道は舞台に向けて稽古に励んでいるのは芸丸座。日本伝統の舞、踊り、振りを学び未来へ日本舞踊を継承する若手集団です。その代表が花柳達馬さん。日本舞踊を愛する代表に芸丸座について伺いました。芸丸座は全部東京芸術大学の、日本舞踊専攻の卒業生なんです。全員が同じ専攻の法学科の中の同じ、法学科の中で日本舞踊専攻っていうのがあるんですけれども、一学年がだいたい3人ぐらいしかいないんです。日本舞踊の専攻3人から多くて6人という年がありましたけども、そこの中で先輩後輩でみんな交流をお互いに持っている人たちの集まって作っている団体です。丸くは、楽しく分かりやすくというのをモットーにしまして、古典の作品の伝承と新しい境地の開拓といいますか、そういうことを柱にやっていこうとしている団体です。卒業して7年ということは、芸大の日本舞踊ができまして12年目ぐらいにうちの師匠であります四世花柳十助先生がもうこれだけ卒業生ができたんだから何かできるんじゃないのっていうふうに、何かやってみたらっていうふうに先生が教えて伝えてくださいまして、いろいろと教えていただきながらやらせていただきますという形でプレビュー公演と題して新宿のシアターサンモールというところで第1回目をやらせていただいたんですけども、僕が一番年齢的にも上ぐらいですので、その下の子たちが多いので、まだ今目下修行中というかみんなで勉強してる最中です。で、普段勉強したことをみんなで持ち寄って何か面白いことできたらいいんじゃないっていうのが芸丸座です。毎回それこそ作品の質とかもちろん賛否両論いろいろあるんですけれども、本当に毎年違うんです。この反応というか、どう変わってきてるかというよりも毎年全く違いますというのが一番いいかなと思いますね。今こう蜘蛛の糸見ていただいていろいろはっちゃけていろいろやってるんですけれども、その中にもやはり何て言うんでしょうか、なぜこうはっちゃけるのかとか、そういうものもちゃんと考えながら、はっちゃける意味というんでしょうかね、そのただ面白いからやるではなく、そこにきちんとした意味付けをして、ここでこういうふうにするとこういうふうに見えるだろうとか、この役柄だとこうだろうとかっていうことをきちんとこう織り込みながら、でなおかつやはり見てる方たちにできるだけ楽しんでいただきたい、それを一番考えながらやってる僕は日本舞踊で、芸丸座を通して日本舞踊の未来を真剣に考え、真剣に開拓していってるので、夢があって楽しいんですけども、大変な思いというか、苦しい思いというか、恐怖感もありますし、でも楽しいという、もうそのバランスが極端な、のが芸丸座だなと思っております。普段はどっちかっていうとこのトラディショナルというか伝統の世界っていうのはやっぱ皆さんが想像しているような固いとか、まあ格式を重んじる社会であることはまあ確かなことなので、やはりその決まったルールとかがあるので、私たちもやっぱ若手って言われる者たちなので、1年に1回ゲーマー座で爆発という年々重ねていくことに、舞踊家としてこれから日本舞踊をどうこれから頑張っていくかっていう面も含めて、夢を叶えられる場所というか、芸丸座にいることによって何か舞踊で成し遂げられることがないかと人生に自分で毎回問いかけるような舞台だなと思っております。芸丸座は本当に奇特な場所で、やっぱり同じ学び屋で、なんか花柳何菓子さんとかって呼ばないで、こう本名とかで呼んだりあだ名で呼んだりするのって舞踊界でここだけなので、それがもうなんかすごく心と心がこう寄り添ってる感じというか、代表と副代表はとの若さ、若い方で舞踊界でああいうふうに古典のことも精通してる人っていうのはとっても実は少ないと思う、私は思うので、新しいこともたくさんご存知なので、それがものすごく特徴的だと思います。日本舞踊と聞くと敷居が高い、古臭い
よくわからないというイメージを持ってしまいがち。しかし芸丸座は日本舞踊はそうでないと考えています。もちろん日本舞踊界で大切に受け継がれてきた古典作品もこれまで意欲的に学び披露してきました。しかしそれだけではない新境地開拓にも力を注いでいるのです。芸丸座のメンバーは普段それぞれの活動拠点を持っています。したがって芸丸座の公演に向けておよそ3週間前に集結できるのです。たった1日の本番のために連日代表を中心に必死の稽古が続きました。お知らせの後、そんな芸丸座の伝統継承という重責と夢をお伝えします。達人の道、今日は伝統ある日本舞踊を継承する若手集団芸丸座を特集しています。東京芸術大学で日本舞踊を専攻した卒業生で結成された芸丸座、その代表を務める若手舞踊家花柳達馬さん。日本舞踊をもっと多くの人に楽しんでもらいたいという熱い思いで、たった一日の単独公演のためメンバーと共に連日稽古に励んでいました。8月29日、公演前日リハーサル。今日さ、上手で打ってる。はい。上手で打って、すぐ片付けるんですね。舞台の広さに応じた演者、スタッフの動きを決める重要な日です。LED がセンターまで来た。この先の高さに戻してください。ここで一回。せーの。はい。だから幕が開いた時に煽ってもらいますんで、はいはい、そうですね。演者はどこで踊るのか、三味線などの音楽が会場に心地よく響く音量はどうか、大道具小道具の配置や照明や幕のタイミングまで細部にわたって関係者全員と共有します。芥川龍之介、雲の糸。天下の大泥棒神田田を演じるのはなんと女性。この新作の通し稽古が始まったのは夕方近くでした。8月30日芸丸座第5回公演本番当日、たくさんのお客様であっという間に客席が埋まりました。三部構成の今回の公演、最初は伝統的な日本舞踊義太夫団子売りから始まります。